地上のみんなごきげんよう、リンネです。今日は雑談動画を撮りたいと思います。で、何の雑談をするかというと、ツイッターとかでも結構いろんな方が聞かれてたんですけど、なんか普段どう、なんか女子力上げるために意識してることありますかとか、そういうことよく聞かれるんですけど、今回ね、せっかくだからね、動画としてあげようかなと思って、今回動画撮ってます。雑談動画になります。基本的に喋るだけの動画です。で、今回はその普段やっていることというよりは、あのメンタル面、意識改革の方でのあれ意識してることを今回やろうかなって思ってます。喋ろうかなって、参考になれば幸いです。で、ただね、喋るだけなのもあれなんで、今回おやつ用意しました。おやつはこの一応2つ、アーモンドチョコとピーナッツチョコ。あれね、最近ね、リンネね、めっちゃチョコ好きがやばい。最近ずーっとチョコ食べたいってなってて、もうずっとチョコ食べてる。で、飲み物がこれ、マウントウェイン、マウントウェインのソイラテ。豆乳美味しいよね。なので今日はこの2つを食べたり飲んだりしながら、私が普段ね意識していることを話そうかなと思います。ぜひぜひ、もうね、なんかながら聞きでいいので、最後まで聞いてくれたら嬉しいです。じゃあ早速、まずね、ピーナッツチョコから食べようかな。いただきます。おいしい、めっちゃおいしいチョコうまはい、じゃあね、まずね、1つ目話していこうかなって思います。1つ目という、結局これがめっちゃ主なところしてるんだけど、あれね、めっちゃ人を観察する、めっちゃ人を観察して真似することはね、マジでね、ずーっとやってて、なんか結構みんなやってるかなと思うんだけど、もしかしたら私病的なレベルでやってるかもしれない。例えばね、電車に乗ってる時とかあると思うんだけど、女の人って、可愛い綺麗な女の人ってどういう座り方してるのかなとかめっちゃ見てたり、で、座ってなくてもどういうつり革、手すりの捕まり方してるとか、もうそれこそ荷台に荷物置く時とか、どうやって荷物浮いてるかなっていうのをめっちゃ意識してる。普段ね、歩いてる時もどうやってこういう歩き方をしてるかっていうのをめっちゃ意識して見てて、もうね、意識してない時間はないかなぐらい。もうね、街中歩いてて綺麗な人見る、もうずっとそればっか見て、どこのお洋服着てるとか、どういう歩き方、髪型、ヘアスタイル、メイクしてるっていうのを、もう意識してるのを意識せずにやってるみたいなレベルでずっと見てます。それで見てるだけじゃなくて、ちゃんとそれを真似する、もう歩き方はなんか結構手あんまり振らないのかな、振ってるのかなとか、足はどういう風に出してる、あんまり大股じゃないとか、そういうのめっちゃ意識してるし、座ってる時ももう絶対足広げないとかめっちゃ意識してるし、で、その私が病的かなって思った理由っていうのは、寝てる時、その寝る時もやっぱ寝る時ってすごい楽な体勢で寝ると思うんだけど、あれ、私寝る時絶対に足開かないようにっていうことを意識しながら一時期寝てて、もうね、そりゃね、ずっと体集中してるから寝れないですそう、一時期ね、本当にそれ意識しすぎて寝れんかった、全く寝れなくて、でもそのレベルでもう日頃からもう家の中でも外でも全部意識してました。もう YouTube とか見て研究もそりゃしてたし、だけどね、なんかおかげでも今は逆に意識しないでも、なんか少しぐらいは近づけてるかなーみたいなところは少しあるかもしれないかなって感じで、チョコうまっね。じゃあ次意識してることは、その今のにつながるところもあるんですけど、もう常に可愛い格好でいるっていうのはもうマジでずっと意識、もうなんかね、外にちょっと行くときとかでもね、もうほぼメイクは欠かせないし、メイク欠かせないっていうのも、私こういうお洋服ばっかり持ってて、その T シャツとかズボンってあんまり持ってないんですよ。だから、そのコンビニとか行くっていうのも、まあ、こういう服着ていかなきゃいけないみたいなんですけど、それはもうすっぴんで行ったら大変なことになるじゃん。
そう、大変なことになるから、もう常に可愛くいなきゃいけないような状況。そう、ルームウェア、それこそ部屋着とかも最初は部屋着誰にも見られないから適当でいいやと思ってたんだけど、その部屋着の方も可愛いの買って、誰にも見られてなくても可愛くいるっていうのをすごい意識し始めたかな。まあそれもね、結構人の影響を受けて最初はそうしてるんだけど、でもね、そのおかげでね、なんか自分好きになれるし、可愛くなるためのモチベがめっちゃ上がる気がする。そう、もうね、誰にも見られてたからいいやってあんまりね考えないようにしてるかな。もう常に、もう、ね、常に可愛い自分だってさ、誰にも見られてなくても自分はずっと自分のこと見てるわけだから、自分が可愛いと思える自分でずっといたいから、もう誰にも見られてなくてもずっと可愛くいるようにはしてるかな。では3つ目がね、周りに可愛い人たちと一緒にいるのは結構大事なのかなって思いました。やっぱそれこそいっぱいなんか参考にできるし、あとやっぱそういう人たちと一緒にいる自分も可愛くないと釣り合わないから、頑張ろうってなれる、もう負けないように頑張ろうってなれるから、周りに可愛い人とか綺麗な人がいてすごくいいなって。なんかね、それこそ見た目が可愛い綺麗じゃなくて、すごいそういうメンタルを持ってる人、可愛く言おうと頑張ってるなとか、綺麗で言おうと頑張ってるなっていう人たちと常に一緒にいるっていうのはすごく大事かなって私はめっちゃ思う。やっぱね、影響受けるよ。やっぱ影響受ける。可愛い人たちと一緒にいたらもう私も可愛くなろうと思うよ。でも周りがガサツな人たちばかりだと、あ、自分もガサツでいいやってなるし、やっぱね、周りにね、可愛い人はね、いた方がいい。とお友達になれた方が自分も可愛くなるとは思うかな。そう、私ちょっと前まで、今はもうやってないんだけど、メイドさんやってて、もうメイドさんってマジ周り可愛い子ばっかじゃん。で、もう可愛い女の子いっぱいだから、もうね、私も頑張って可愛くならなきゃってずっと思ってやってたし、参考になれるし、なんだろう、周りのさ人はさ、もう約20年間女の子やってるわけですよ。20年間女の子やってる中に、もうその3年2年ぐらいの私が入っても、もうそれは勝てないのは当然なんだけど、もうだったらもうその人たちからもういっぱい可愛いものを盗む。それこそね、普段の日常会話でも、なんか昨日あれしてたんだとかっていうのも、へえ、そういうことをしてるんだって思って、じゃあ私も頑張ってそれやってみようかなとかってなれるから、そう、さっきの人、そう、さっき言ったように、いい人たちと一緒にいるっていうのはすごい大事。私も本当メイドさんやれてよかった。私をメイドさんとして受け入れてくれたところに、ね、めちゃめちゃ感謝ですね。4つ目がね、もうね、何でもね、挑戦してみることはね、本当に大事。なんかこんな、例えばめちゃ可愛いお洋服着てみたいな、私にはこんな洋服似合わないよって思うこともあるかもしれないけど、それでも買って着てみるっていうのが、ね、一番いいと思う。なんかそれこそ私もこういうロリタ、カジュアルロリータ系のお洋服とか着たりして、最初はもうマジもうリズリザとかアンクルージュとか、こんなのもうお店にも入れないみたいな感じだったんだけど、買ってったらやっぱね、染まる、洋服に染まるっていうか、その洋服を似合う自分になろうみたいな感じになれるから、そう、なんかね、さっきからね、結構なんか可愛い人たちと一緒にいる、可愛い環境に入るとか、もう可愛い洋服をもう買って可愛い自分になるとか、すごい、私ね、頭が悪いのですごい、みんな考え方しかできないんですよ。もうね、もう頑張るしかないみたいな。でも私にはそれが一番似合ったし、それで、なんだろう、苦しみながらも頑張ってきたからここまで成長できたのかなって思ってる。でもまだまだ成長過程だし、まだまだだなって思うこともあるけど、一応はここまでこれだなとは思う。で、なんか周りの人にそれで、その洋服に似合ってないよとか言われることもあるかもしれないけど、可愛いことに挑戦してる途中って可愛くなるのは当たり前なんですよ。そりゃ、だってさ、成長過程途中なんだもん。
ってそりゃ似合わないよ。だって自分がどうやったらこの洋服に似合うか、どうメイクに似合うかっていうのを研究してる途中だから、失敗を して繰り返して最終的に可愛くなるっていうところにたどり着くから、そんなね言葉がね聞かなくていい。もうね、もう今私は可愛くなってる途中だから、今は可愛くなくてもしょうがないんですっていうメンタルでいかない。そう、途中なの。これから可愛くなっていくんだから、今が可愛くなくても仕方ない。私もそう、今は可愛くなくてもこれから可愛くなっていくために今頑張っていくから、これもうね見てろと可愛くなってやるからなみたいな感じのねメンタルでね、マジいればいいと思うな私は。まあそうね、私が可愛くなるのは女子よりも何倍も何十倍も可愛くなろうって思わないとか、なんか勝てるレベルでね可愛く可愛いになれないから、私が頑張るのはね当たり前のことなんですよ。この人よりなんかみんなにめっちゃ頑張りすぎじゃないみたいなのたまに言われたりするけど、私が可愛くなるには女子の何倍も頑張らないといけないんだよね。でもね、意識はしてない正直。もうずっとそういう生き方をしているから。こんな感じかな、私が意識していることは。うん、やっぱね正直ね、なんか周りにいろいろ言われたりとかして辛かった時期もあったけど、でもなんだかんだ応援してくれる人の方が多かったし、その点に私はすごい恵まれてたし、ここまでやってこれたかなって思ってます。だからもうね可愛くなることにね近道なんてないし、もう可愛くなろうとしてる人は全員可愛いから、もう私はそう思ってる。なんだろう、どうかな、参考になれましたかね全然おやつ食べきれなかったな。私がこんなこと言ってもあまり説得力ないかもしれないけど、一応これが私が今までずっと頑張ってきたというか意識してきたことなので、なんか少しでも参考にしてくれたら嬉しいです。これ雑談とかこれからもまたしていくと思うので、もうよかったらまた聞いてください。じゃあ YouTube の高評価の方とチャンネル登録お願いします。じゃあ次の動画まで、バイバイ。ありがとうございます。